はい、こんな感じです。では引き続きのび太の牧場物語遊んでいきます。よろしくお願いいたします。今日は3年目の夏の9日目になってます。今日も、はいですね、ストーリーの、紹介になるんですけれども、やってる最中にまた、1個増えました。なので、おそらく次回も、ストーリーの紹介になると思います。では、鶏屋の7話ズルをどうぞ。いや、今回はあれですね。ジャイアンに物渡そうと、大工屋のところに行こうとしたらイベントが発生しましたね。おーい、伸びた。あ、しかも後ろからなんだ。あ、ジャイアン、チックさんにスネ夫も。俺たちも聞いたら、チックさん、剣と虫勝負、あ、虫勝負の話か。俺たちは虫を捕まえるので手伝おうってことになったんだ。そうなんだ。俺は感動したで、チックさんやるときはやるんだな。このメガネのおかげさ、はは。僕も虫取り手伝うよ。ありがとう。今回敵はカブトムシだ。それより強いとなると、クワガタとかかな。クワガタはカブトムシより弱いんじゃない？何を捕まえろって言うんだよ。とりあえずいろいろ捕まえよう。そうなるか。お、みんなが。あら、覗き込んでるな。どの子もピンとこないな。これだけ捕まえても難しいか。みんなカブトムシと戦うなんて言ってるし。そっか、直接虫に聞けるんだもんね。本人たちがダメならダメだね。ワンタクラスがなかったらこんな風に虫を捕まえるなんて、発想どうなの？やっぱりダメ。まだダメっぽいですね。あのメガネに何かあるのか。あ、取りに行きだな。おい、何するんだ。え、これのおかげで虫になれたのかよ。種が分かればこっちのもんだ。こんなもん、あ、壊しちゃうの？あら。投げちゃった。こんなので虫になれたって俺は納得しないからな。剣のやつ、あんにゃろう、言ってますね。どうするの、虫勝負。ちょっと考えてみるよ。あとあれだな。ネガティブチックになってきたな。あらららら。せっかくいろいろしたのに無駄になっちゃったね。剣のやつ本当にひどい。ファンタグラスを投げ捨てるなんて。確か兄さんがあんな風にズルをして勝ったなんて弟にとっては嫌なことなんだろう。これはチックさんがどうにかする問題だ。俺たちも、あ、じゃあ俺たちも帰ろう。冷たいの？やっぱり冷たい顔してるな。そうだね。海の帰っちゃう。はい、というところでした。ファンタグラスない、チックって、チックはどうなり、どうなるんでしょうね。残り3話で。いやー、今後どうなっていくのかちょっと楽しみですね。で、今日が、お、仲良しのことジャイアン。初めてだな。ジャイアンは、カレーが大好き、シチューも好き。ああいう、なるほどね。ああいう系が好きなのか。なるほど。で、あと、残りの3日間で、ブルさんの好きなものは出てたんですけど、
まああれですね。私は何回か見てるんで、あれですけど、はい。残りの3日間お出しします。で、あと、7日にあった虫レースは、なんか、前回の記録よりかは4秒ぐらい早いところで、行けましたね。54秒ぐらいだったかな。いや、あれも結構、一回ミスりましたけど、ボタン操作が、まあ特定で決まってるのは決まってるけど、普通に L か R か押さないといけないところを普通に丸でやっちゃいましたね。丸押してしまってブブーってなって、あれさえなければ52秒ぐらい行けだったのかな。うん。こういう系のあれだな。なんかやっぱりその、なんか操作するゲー、大会はやっぱり面白いな。うん。で、次、どうしようかな。ニワトリ、20羽いるから、また金色にしてもいいかな。なので、この後は、まあ、12ぐらいで、またニワトリのやつの紹介して、15ぐらいでやって、あれだな。花火大会は、また誰のイベントになるかは、ちょっと気になるんで、また見てみようかなと思ってます。まあそんな感じでちょっと夏はやっていきましょうかね。というところになります。はい。では、今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。